ひよっこパイロットが撃墜を目指すモッキーのエースパイロットを見ていただき誠にありがとうございます。今回の動画は新谷薫先生が書かれた大ヒット漫画エリア88の世界観をフライトシミュレーター DCS ワールドで遊ぶ企画の第2弾、風マシンの登場機 F5E タイガー2のエンジン始動と離陸の方法を解説します。モッキー、風マシンの登場機は F5E タイガー2じゃないよってコメントがあったけど。そうなんだよね、風マシンって F20 タイガーシャークの印象がすごく強いから F5E に乗ってないって思われるけど、実はしっかり乗っています。アニメ版だと不死鳥のチャーリーに撃墜されるのも F5E だし、コミック版だと F8E クルセイダーが撃墜された後に F5E タイガー2を購入してるんだよね。当時としては最新鋭だったんで、マッコイ爺さんが持ってきた時、シンも軽戦だけど最新鋭じゃないか、よくこんなの手に入ったなって感心してたんだよね。この F5E の操作方法をエンジン始動から武器の操作方法などをシリーズで説明します。やはり尾翼に風マシンのパーソナルマーク、炎の毛たたみを持つミニコーンが描かれてるんだよね。そうなんだよね、コミック版だとクルセイダーの尾翼には描かれていなかったので、この F5E が初めてペイントされたんだよね。この企画を始めるにあたってエリア88のコミック版を読み直してるんだけど、航空ファンには面白い内容なので読んでない方はぜひ読んでほしいよね。それでは F5E タイガー2のエンジン始動シークエンスを解説します。1番目はバッテリーをオンにします。マウス操作かキーボードでは右コントロールと右シフトと B キーを押します。2番目に左右のジェネレーターをオンにします。マウス操作かキーボードでは左ジェネレータースイッチを上げるのが右コントロールと右シフトと H キーを押します。右ジェネレータースイッチを上げるのが右コントロールと右シフトと J キーを押します。3番目に左右のブースターポンプをオンにします。マウス操作かキーボードでは右のブースターポンプスイッチを上げるのが右コントロールと右シフトと I キーを押します。左ブースターポンプスイッチを上げるのが右コントロールと右シフトと Y キーを押します。4番目に整備員を指示して高圧コンプレッサーを接続します。キーボードのバックスラッシュを押します。日本だとあまり馴染みのないキーですが、このようなマークがあるキーを押します。ファンクション8の地上要員を選択、次にファンクション5の地上給機を選択、最後にファンクション1の高圧コンプレッサーユニットの接続を選択。チーフ、コネクトグラウンドエアサプライ。コピー、グラウンドエアサプライ is now connected。 5番目に接続した高圧コンプレッサーからエンジンのモータリングに空気を提供させます。キーボードのバックスラッシュを押し、ファンクション8地上要員を選択、次にファンクション5地上給機を選択、最後にファンクション3の空気の供給を選択します。6番目は左エンジンのタコメーターが 10% 以上になったら左エンジンのスタートボタンを押します。マウス操作かキーボードでは左コントロールと左シフトと C キーを押します。7番目は左エンジンをアイドル状態にします。キーボードでは右オルトとホームキーを押します。6番目と7番目の手順は素早くやらないと地上給機が止まってしまいますので、地上給機がやり直しになります。そして35秒以内に左エンジンのパラメーターの値が安定します。それは右側にある計器から確認できますが、同じような計器が並んでいますが、今は左エンジンを起動してますので左側の計器を見ます。まず上からタコメーターが 50% 近くになります。その下のエンジン温度が140度付近になります。次にノズル1インジケーターが 70% あたりになります。最後に一番下の計器の燃料流量計が5あたりを示します。一連の動作で機体後部の左側にある補助給気ドアが開きます。
8番目としては右エンジンを始動します。ステビーに指示するのは先ほどと同様、キーボードのバックスラッシュを押してファンクション8の地上要員を選択、次にファンクション5の地上吸気を選択、最後にファンクション3の空気の供給を選択します。9番目は先ほどと同様、エンジンのタコメーターが 10% 以上になったら右エンジンのスタートボタンを押します。マウス操作かキーボードでは左コントロールと左シフトと V キーを押します。10番目に右シフトとホームキーを押して右エンジンをアイドル状態にします。こちらも素早く行わないと空気の供給からやり直しになります。35秒以内に右エンジンのパラメーターの値が安定します。確認方法は先ほどの左エンジンと同様です。今度は機体後部の右側にある補助吸気ドアが開きます。11番目に整備員に指示して高圧コンプレッサーを取り外します。キーボードのバックスラッシュを押してファンクション8地上要員を選択、次にファンクション5の地上吸気を選択、最後にファンクション2の高圧コンプレッサーユニットを取り外しを選択します。12番目にレーダーのウォームアップをさせます。オフからスタンバイにスイッチを動かすのはマウス操作かキーボードではファンクション下にあるゼロキーを押します。ただしレーダーは地上にある場合は10分以上使うとオーバーヒートを起こしてしまいます。10分以内に離陸するかレーダーを一旦オフにする必要があります。オフにするのはキーボードの Q キーを押します。そういえばエリア88で真の機体にマッコイジーさんが持ってきたレーダーレンジブースト機能付きの新型レーダーはブースト機能を使うとレンジ幅が2倍になって性能が抜群に良かったけど、1分以上使うとシューズが飛んじゃうって話があったよね。さすがにそれは漫画の世界だからね。この F5E にはレーダーレンジを増強するような装置はついていないんだけど、まあレーダーはそれほど電源を食らうということで地上整備だとつけっぱなしはダメだってことだよね。13番目はエアブレーキスイッチを一番前にセットしてエアブレーキを収納します。マウス操作かキーボードでは左コントロールと B キーを押します。14番目はフラップモードを中央のサムスイッチに設定します。マウス操作かキーボードでは D キーを押します。15番目はフラップサムスイッチをオートの位置に設定します。マウス操作かキーボードでは F キーを押します。ファッキー、フラップモードとフラップサムスイッチの意味がわかんないんだけど。そうだね、フラップ操作について少し説明するね。FOE は制空権の確保を主任務としていたため、この時代としては最先端の装備がされています。翼には前縁と後縁の2つのフラップが装備されて、適度に揚力を発生して旋回性能などを向上させています。ただしパイロットがいちいち前縁と後縁のそれぞれのフラップを操作すると作業負荷が大きくなって空中戦に集中できないので、通常はフラップモードをサムスイッチで操作するようにして、フラップサムスイッチをオートにすることでフラップ操作を自動で最適化してくれる装置です。特に不都合がない限りこの自動フラップをおすすめしますとマニュアルには書いてあります。16番目はピッチと用の安定性を向上させるためのダンパースイッチがあり、これをオンにします。マウス操作かピッチダンパースイッチが左コントロールと左オルトとダブルキーで、用ダンパースイッチが左コントロールと左オルトと E キーです。17番目はキャノピーを閉じます。マウス操作かキーボードでは左コントロールと C キーです。18番目は酸素供給レバーをオンにします。マウス操作かキーボードでは左コントロールと P キーです。19番目は整備員に指示して車輪止めを取り外します。キーボードのバックスラッシュを押しファンクション8の地上要員を選択、次にファンクション4のホイールチョークを選択、最後にファンクション2の取り外しを選択します。ちなみにファンクション1を選択すると車輪止めをつける動作になります。チーフ、リモートウィールチャックス。コピー。ウィールチャックスはリモート。
20番目にエンジンと気筒管の凍結防止スイッチを押します。マウス操作かキーボードではエンジンの凍結防止スイッチが右コントロールと右シフトと G キー、気筒管が右コントロールと右シフトと F キーです。ナイサの砂漠で凍結防止って必要なの？まあ砂漠だからね、地上はさすがにいらないと思うけど、飛行高度が1万メートルを超えると氷点下になるから必要になるんじゃないかな。21番目にマスターコーションボタンを押して警告ランプを消します。マウス操作かキーボードでは右オルトとスラッシュキーです。22番目に RWR レーダー警戒システムの電源をオンにします。マウス操作かキーボードでは右オルトと P キーです。23番目に RWR レーダー警戒システムのサーチボタンをオンにします。マウス操作かキーボードでは右オルトとファンクションの下にある7キーです。24番目最後に燃料タンクのバランスを取るためオートバランススイッチをレフトローに設定します。マウス操作かキーボードでは右コントロールと右シフトと左ブラケットを押します。なんで左タンクローを選択するの？そうだね、ちょっと説明するね。右タンクは左タンクに比べて580ポンド多い燃料を積んでいます。右タンクから先に燃料を使って左右の燃料のバランスを測ります。バランスが取れたら自動的に中央の位置に戻ります。これでエンジン始動シークエンスは終了します。いやー長かったね。いよいよ大空に飛び立てるよね。それでは次に滑走路まで走行するタキシングと滑走路から大空に飛び立つテイクオフについて説明しますね。ラダーペダルを使用して機体を方向転換するにはノーズホイールステアリングボタンを押したままにしてラダーペダルを踏んで機体を操作します。キーボードでは S キーです。ノーズストラットボタンを押すと機首が3度ほど持ち上がり離陸に必要な滑走路の距離が短縮します。マウス操作かキーボードでは左コントロールと左オルトと Q キーです。レーダーモードスイッチがオフの場合スタンバイに設定します。滑走路に到着したらいよいよテイクオフです。まずブレーキをかけます。ホイールブレーキはキーボードで W キーです。ブレーキをかけながらスロットルを少しずつ前に押し出します。タコメーターで回転数が 90% を超えたらブレーキを外して機体を前に進めます。この際機体が左に向こうとしますのでノーズホイールステアリングボタンを押したままスティックをまっすぐにして滑走路の中央を走るようにします。ある程度まっすぐ走るようになったらノーズホイールステアリングボタンを離しても大丈夫です。それではいよいよ離陸です。スティックを引き気味にします。銃やミサイルがない場合は140ノット。今回のようにかなりの重量物を搭載していると約200ノットで機首が浮かび上がります。やったね、大空に飛び立ったね。機体が浮かび上がったらランディングギアを操作して車輪を格納します。キーボードでは G キーを押すと引っ込みますのでそれさえ覚えていれば大丈夫です。エリア88の世界観をフライトシミュレーター DCS ワールドで遊ぶ企画の第2弾風マシンの搭乗機 F5E タイガー2のエンジン始動と離陸の方法の解説はいかがでしたでしょうか。次はモッキーの苦手なランディング着陸に関してお伝えします。モッキーの着陸本当に下手っかしだからこれから猛特訓だよ。ミリタリー系のフライトシムの情報を発信してきますのでよろしければチャンネル登録をお願いします。みーくんが可愛いと思ったら高評価ボタン押してね。次回も頑張って作っていきますのでみんな見てね。